交流戦優勝こそ逃したものの、勝敗数は1位とは変わらず、復調した巨人軍、岡本和真が全18試合に出場し、全体2位の打率3割8分3厘、全体1位の8本塁打と19打点で、交流戦 MVP となった。しかし、巨人の元監督で野球評論家の堀内恒雄氏は、岡本よりも交流戦で救世主となった選手がいるという。そしてその選手は優勝のキーマンになり、別人となって MVP 級の活躍をしたと語っている。そこで本日は別人となった巨人のキーマンについて紹介していきたいと思います。巨人軍の低迷。巨人軍は開幕して直後は低迷していた。この要因として多くの人は坂本勇人の不調を挙げた。もちろん坂本の不調も要因の一つだと思うが、堀内の見解は違った。堀内はある試合を見て、低迷の要因は捕手の大城だと発言した。ある試合とは5月14日の広島戦のことだ。先発した赤星が0対1の7回に四万塁からマクブルームに満塁弾を浴びた場面、結果的にカウント1対1からの4球目の変化球をスタンドに運ばれたが、赤星とバッテリーを組んでいた大城匠のリードが釈然としなかったという。外角寄りの直球2球で2ストライクと追い込んだ際に、大城は3球目の救急手として外のボール球の直球を要求した。これでマクブルームの目が外に合い、4球目の外の遅くて甘い変化球を逃さずに捉え、ボールはレフトスタンドへと消えていった。ここで堀内は3球目のボールは何を意味していたのかと意図が伝わってこない大城のリードに対して怪訝そうに指摘した。そして堀内は巨人の正捕手というならばあえて厳しく問いたい。どうやって取り組んでいるのか、その組み立てをリードでしっかりと見せてほしいと続けた。もちろんこの厳しい言葉は球団 OB としてチームを思ってのことだ。この意見を持っているのは堀内だけではなかった。球界の鬼軍曹である宮本慎也も大城のことを指摘した。宮本は、大城は先を読めていない、打てずに苦しんでいるヤクルト打線を助けたと、大城のリードが相手打線に火をつけているかのように語った。球界のトップでプレーしてきたような方が言っているので間違いはなかった。このままでは今シーズンの巨人は低迷したままになってしまう恐れがあった。しかしその要因を排除できるキーマンが現れたのだ。キーマンの復活。そのキーマンとは菅野智之だ。ほとんどの方がご存知の通り、菅野は過去に最多勝利3回、最優秀防御率4回、最多奪三振2回、その他にも沢村賞2回など、数多くのタイトルや受賞歴を持つ巨人の大エースだ。しかし近年は怪我やコンディション不良にも苦しみ、思うような結果が残せていなかった。そんな中、交流戦期間の6月11日のソフトバンク戦で今季初先発をし、5回93球2失点で初白星をゲットした。堀内はこの試合を見て、昨日の菅野を見ていて感じたことは、焦って出てきたんじゃないか、とコメントした。その理由として、フォームがバラバラでボールが抜けることが多かった。それを4つの四死球が物語っている。ストライクを取るのにも少し窮屈そうに見えた、と綴った。その中でも2失点でこらえ、勝利投手の権利を持った状態でマウンドを降りたことは高く評価していた。ランナーを出しながらもスライダーでうまくかわし、ことごとくピンチを防いでいた。これだけ試合感、勝負感というのに遠ざかっていながら、ちゃんと先発の役目として試合を作ることができるのは、さすがの菅野智之といったところだろうか。そして今季2戦目の登板は、6月18日の楽天戦だった。この日は、巨人が勝利で DeNA が敗れれば交流戦優勝が決まる、非常に大事な試合だった。この試合は、3回にライナー性の打球が菅野の右足の甲を直撃するというアクシデントが起きた。そんな中でも5回までは2塁を踏ませない力投を見せていた。しかし1点リードの6回、辰巳に逆転のツーランホームランを打たれ、
逆転を許してしまった。結果的には負け投手となってしまったが、菅野自身も徐々に良くなってるのでと前向きな意見を残している。また次の登板に備えたいと思います。そんな復権を目指すエースがチームに好循環をもたらしていく。不動式育成方法。今年大城は菅野の自主トレにキャッチャーとして異例の参加をした。大城は菅野の自主トレに参加して、菅野さんは目配り気配りがすごいんで自分たちも勉強になりました。プライベートというか野球から離れたところでも勉強になりましたと語った。そんな菅野は過去2020年には大城を駆動式育成方法で育成している。駆動式育成方法とは何か。それはベテランの選手が若手の捕手のサイン通りに投げるという育成方法だ。サインを出された時に違うなと思っても首を振らないで実際に打たれてからベンチで指導する。このやり方の名前にもなっているのが前ソフトバンク監督の工藤公康だ。この育成方法で城島健二や阿部慎之助も育てたという。当然この方法にはリスクが伴う。打たれるということは負ける可能性があるということだ。投手として余裕がなければできないことだが、工藤は試合をしながら勝ち試合をしっかりと作っていた。菅野なら工藤と同じような育成ができると見られているからこその育成方法である。それぐらい高いレベルで大城を育ててほしいのだろう。そして今年は WBC に選出され、大きな飛躍の年になるだろう。侍ジャパンでバッテリーコーチを務めた村田ブルペンコーチは日の丸の大城の姿を振り返り、自分を知ってもらわないといけない、相手を知らないといけないのを約1ヶ月してきた。もともとないわけではないけど、コミュニケーションを図ることもより必要になってくる。侍ジャパンで積極性が見られたし、それはジャイアンツにとっても大きいと思うと証言している。その言葉通り、外国人投手とも積極的にコミュニケーションを図っていたのがわかる。菅野が帰ってきたことで大城自身にもいい刺激になるに違いない。いかがでしょうか。交流戦をきっかけに復調を見せている巨人。この波の中に菅野が入ることで捕手である大城に良い刺激を与え、より上位を目指していくことができるのだろうか。巨人の大エースが残りのシーズンのキーマンになっていくのは間違いないだろう。これからも菅野智之に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。